あ、こっちにも、はい。はい、リアズロックの時間です。皆さんこんばんは。こんばんは。いきなりね、今日はスタンバってますけどね。ことこと乾くんに来てもらいました。はい、来てもらいましたというかね、僕が来たらね来てたんですよ。そうなんですね。イエーイ。なんか知らんけど、このノリは何やろ。さあ、今日はもう、はい、テンション上げていこう。はい、行きましょう。はい、今で全然こんなテンションちゃうかと思います。さあ、今日はね、もう1月終わりですよね。そうですね、1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、4月はあっという間に来る。全然来ない。ね、当てるのにね、今度のね、やってしまいますけれども、ほんま、この1ヶ月じゃないかな。お正月ってどうやってますか？正月はね、何日か、年末ギリギリ31日の明け、までの番組をしてたんで、はい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 、そのままなんか正月も寝てたような。え、31までやってたの？31、朝終わったの。あ、そんな外でやってたの。へぇー。朝ですね、だから30日、だから番30時7時から、うん、なんかその番組なんか特番で、ほう、特番でやってます。お正月は三が日の家で、ね、あ、2日の日にね、うんうん、ちょっとおいっ子とか、うん、今日はね、スキーに。スキーに？どこまで？ね、あれは伊吹山。伊吹、あ、滋賀県ね。はい、あー、水吹とかありますよね。あ、まあ兄と、まあまあ甥っ子っていうか、コトコト犬くんスキーするんですか？スノーボード。あ、スキーですね。スキーはもう子供とか、スキーやなんや。めっちゃ滑るんや。野球持ちなんで。え、マジで？すげえ。あ、何、普通に滑る？モーグルとかじゃなくて普通にだから。おー、でも意外やな、俺知らんかった。私とこ、弟犬くんスポーツマンや。僕もよう滑ってるんですよ。はい、何を滑るの？もう今これがもう滑ってますもんね。もう滑るのだ、もう得意ですから僕。はい、まあ、大好きです。まだ一気に滑るのが得意ですよね。いや、あかんやん。あかんやん、それも。特にそんな、ね、もう今は受験前なんでこういうこと言ってないんですよ ね、 受験 ね、 ね、受験シーズンですけども、受験生のみんな、ね、受験生のみんな、ね、みんな今、ね、やっぱ見てくれてると信じたいけど、ね、うん、受験生ってさ、まあ、今必死で頑張ってるけど、はい、今からこうやったろう、なんか勉強しようって思ってももう遅いよね。もうだって、ね、今から勉強しようって思うと、もうお前無駄やで。ほんま。まだまだ。いや、まだまだいきます。なんていうの、自分のね、実力を信じて、本番を迎えるだけ、ね、今必死にお前それ勉強してるけど、それは無理。今勉強してもダメダメ。そうですね。今日はもうこんな感じ。今日はキャラおかしいね、ほんま。勉強しました？勉強しませんでした。嘘。いっぱいなんか資格持ってはるじゃないですか。それも大人になったら難しいよね。なんかいっぱい持ってる。そうですね、この間、先日も知的財産アナリストのコンテンツ分野なんですけど。何ですかそれ。知的？知的財産アナリスト。ああ、はい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 。なあ、聞いたことある、聞いたことある。知的財産、まあ、知的財産は、うん、聞いたことある。著作権とかね、うん、まあ、特許から始まりっていうのがあるんですけど、うん、まあ、コンテンツ分野なんで基本的には、まあ、著作権っていうのがあるんですけど、それはやっぱり音楽とか作品に対してっていう。そうですね、それもあるんですけど、知的財産アナリストはどっちか言ったらその戦略的なもんで、そのいろんなその、まあ、コンテンツってね、アニメとかゲームとか、うん、まあ、いろいろ日本のね、はい、そういうコンテンツって海外
いや、あの、まあ、海外にこう売っていこうと、まあ、してるじゃないですか、あのクールジャパンで聞いたことあると思うんですけど、まあ、そう売っていく場合にそのこのコンテンツを売っていく場合にやっぱり自分のそう持っているコンテンツのこうどういう権利があるかっていうのを理解しないと、うん、やっぱりこうそれをビジネスとしてこう戦略的に組み立てていこうと思えば、なんかあの聞いてて、はい、全然よく分からへんねんけど分かんないでしょ、難しい。でもそれを持ってないとやっぱりあのビジネスの場面では不利になるということでね。まあその不利になるとかっていうよりはこれからのそのなんだそういうアニメとかゲームとかいろんなこうコンテンツを持っていく場合にそういう人材が必要になってくるだろうっていうので、うん、そういう、著作権知的財産教育協会かな。だから持ってると、それを持ってるとそういう、ね、持ってない人はやっぱりそう必要とするから、ね、はい、雇われるということでね。そうですね、まあ自分のねそのスキルアップにもなるしっていうので、まあ、去年ぐらい、おととしの11月ぐらいからずっと勉強してて、取ったわけでしょ。そうですね、まあ、東京に講義聞きに行ったりとか、まあ、研修に行ったりとか、なんか結構東京とかね行ってはりましたけど、だからそうそう行ったり来たり行ったり来たり、前あのフェイスブックで言うとあれのことか、あの東京 ね、 そうですね、国際なんとか、そうそう、あれはまあその流れですよね。いろんなその、なんかお台場でイベントやってたやつですね、うんうんうん、あれはもう本当にこの海外からのそういう例えばそういうアニメとかそういうコンテンツを買うためにバイヤーとかを集めて、はいはいはい、その要はそういう例えば日本の、ね、アニメを、うん、例えばアメリカでやったりとか、うん、今でしたらね、あっちは東南アジアとか、はい、あっちは諸国とかでこの、まあテレビアニメとかドラマとかを放映してもらって売っていく、ということはそういう PR 活動にもやっぱりね、乾さんにそういうことも狙ってるわけですよね。そうですね、 海外にもっていうことですよね。海外、そうですね、あーすごい、ね、海外は奈良だけじゃなくてね、そうですね、海外にも目を向けてる男と乾くん、すごいな。なんかね、別に、ね、語学が得意ってわけでもないし、うん、結構その昔イギリスのリバプールの方にも、うん、留学ですね、まあ、少しだけちょっと留学してたんですけど、いや、ね、この今海外という話出たんですけど去年なんかアメリカに行ってたらしくて、そうです、今日はそのアメリカでのね、はい、いろいろ写真とかを ね、見せてもらって話を聞こうかなと思いますけど、なんか今日はことこと乾くんをゲストに迎えてお届けしますみたいな、なんかそういう感じに自然と流れていきましたから、もう今日は今ねちょっとスタンバイ中ですけど、はい、いやまあちょうどね、うん、去年の今頃ですね、うん、ちょうど1月の20日ぐらいから、うん、30日ぐらいまで、はい、10日間ぐらい寒いですよね、ちょうどだから向こうも冬、いえいえ、向こうはあったかかったですよ。そうそう、あったかいんですよ、向こうは。そうそう、アメリカは広いですからね。そうやね。行ったところは、そのアメリカの行ったところ、ロスやね。西海岸、そうですね。ロスからちょうど1時間半ぐらい、1時間半かか、1時間ぐらいか、うんうん、の町で、アナハイムっていう。あ、行った。ディズニーランドのある近くで。そうです、そうです。俺行った行った、ディズニーランド。アナハイムで泊まった、俺も。ディズニーランドのね、発祥の地というか。うん、アナハイムって、あそこでなんか楽器の、あれもやってますよね。そうです、それに行ってきたね。ナムショー。ナムショー行ってきた、はい、あ、それに行ってきたんや。はあ、なんや。言うてくださいよ。なんや。そうなんですよ。だって知り合いがね、うん、大阪の寝屋川の方で、シンセサイザー、アナログシンセサイザーの、メーカーなんですよ。はいはいはい。で、そのアナログシンセを、まあ、作ってる、うんうんうん、まあ、設計してる人なんですけど、まあ、その方が、ちょうど去年アメリカとその前の年にドイツのフランクフルトでもそういう楽器展示会あるんですよ、うん、ミュージックメッセかな、うん、っていう展示会があって そちらの方になんか出展した、はいはいはい、その新しいその商品、うん、こう出展してなんか評判良かったらしい、でそのままヨーロッパの方ではなんかこう
その代理店みたいなのが見つかって、はいはい、でアメリカの方でもっていうので、はい、でちょっと去年の今頃その名務省に出店するということで、うん、でスタッフとしてまあ同行したんですけど、うん、へーすごい。シンセサイザーね、そうだけをやってはるんですか、作ってる、作ってるんですよ、シンセサイザーを。はい、え、なんていうブランド、ね、会社名言って、あ、いいか、あの レオンさん、株式会社レオンさんという会社、レオンさんっていうんですか、はい、寝屋川本、寝屋川ですね、本社は。お、はい、いつから設立というか始まりはいつぐらいから。設立はね、私が会った時、それまではだから国内では活動し、あの出してはったんでしょ。それを海外へこうドイツとかそういうところで最近出さはったってことね。結構あのアナログシンセとかね、また今やっぱりそのデジタルとかのシンセサイザーになって、結構マニアの間では結構アナログシンセとかがまだ結構ねマニアっぽいっていうか、結構好まれてるんで、うーん、結構需要は。じゃあ今日はその、ね、もしかして南無省の写真もありますね。写真も出てくる、はい、もしかしたらあの有名なギタリストが弾いてたりも、うん、ちょっとそれは、ね、ちょっと楽しみに。じゃあもういいですか。ちょっと画面切り替えますね。いきなり食べるの、これあの出さん方がいいんかな、これ。え、邪魔になりますこれ。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、うん、さあまずは、うん、まあこれ前日なんですけどね、はいはい、その会場の、うん、レオンさんのブースなんですけど、あ、もう会場入ってるよね、これね、準備し終わったところなんですけどね。レオン、まあ、その前にこういうね、うん、食べ物の系が、うん、まあやっぱアメリカなんで ね、まずはあの腹ごしらえからということで、ね、はい、アメリカなんで肉、これ分厚いな、これまたこれ何の肉、牛ですか、やっぱり牛です、もちろん牛ですよ、はい、ビーフとマッシュポテトですね。なるほど、うん、これをことこと乾くんは5つぐらい、いやいやいや、ペロリと、いやもう1個も結構厳しかったです1個も厳しい、うん、どうです、硬い肉、硬くないですか、向こう。いや全然そんなことないですよ。あ、俺安物食べたんかな、うん、でまあホットドッグとね、やっぱりアメリカというよね、うん、まあ食べ物はその辺に置いていいですね、この楽器のフェスはね。あ、ほんでレオンさんのブースで、まあちょうど写真で 見えるかどうかわかんないんですけど、はいはい、このちょうど奥に、うん、こう2台こう立てかけてるような、光ってるようなあると思うんですけど、これそうですね、このポコ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 、はい、あれがまあそのレオンさんが開発してるアナログシンセなんですけどね。え、こんな形してるの。そうですね、あ、鍵盤ではないんですよ。ほう、はい、何これ、指の形みたいにこうなってますよね、っていうこと。それですこれね、そうなんですよ、実際その例えばこれを開いてもらったらわかるかな。あ、これでもケースの中ですよね。そうこれがそうなんですけど、ちょうど下のところが光るんですよ、これ LED で。はい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 、なんか光るんですけど、うん、でこれを手をかざすと音が鳴ったりとか、テルミンみたいな。そうそんな感じですよね。おお、はい、よし、あ、そうなんや、そういうものがアナログシンセっていうの。そうで、アナログシンセ、あ、シンセって鍵盤のことを言うんじゃないんですよ。シンセサイザーで、基本的にシンセサイズっていう言葉から来てるんで、はい、音を合成する合成、うん、楽器のことですよね。だから鍵盤とは限らないんですよね。昔だからリリコンだったっけな、こんなウィンドシンセって知ってます。いや、じゃあんまり、ヤマハさんとか赤い楽器か、あ、じゃあ赤いやったかな、なんかウィンドシンセって言って、うんうんうん、要はサックスみたいにこう、あの T スクエアの、T スクエアのあの人がやってるやつ、あれもシンセといえばシンセなんでね、はいはいはい、なるほど、はい、だからシンセは別に鍵盤とは限らないと。安藤さんやったっけ、安藤さんギターですね、ギターか誰やったっけ伊藤さんか、本田正人、ああ、言ってたね、はいですね。うーん、でまあこれがまあ南無省の
外観 ね、ちょうど入り口のね、はい、よく多分あの音楽系の雑誌ではよく行きたいなこれ、行きたいわこれ、うん、最高ですよもうね、もう一日中音楽はこう、うん、ガンガンこうサイン会やったりとかね、そう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 、もういいねこれで結構ロスから1時間ぐらいなんで、うん、結構ロスの大物のこうミュージシャンが、うん、こう思想っていうか、ね、デモに来てたりとか、うん、でエンドースしてるね、あの、はい、契約してるアーティストがひょこっと現れて弾いていってくれるからね、そうですね、うん、まあその話で言えばね、はい、やっぱり偶然なんですけど、あのミスタービッグのビリーシーン来てたに大好きなビリーシーンがお会いしましてね、おお、なんかサインももらって写真まで撮ってもらいました、その写真がないです、あ、そうなんで、え、ブログには載せてないです、いや載せないですよ、それはもう大事に撮ってやるんで、あれなんかあのでも載せてええのと悪いのありますからね、そうですね、僕もあのよくあの言われますけど、撮ってもあのこれネットに載せたらあかんでって言われたら載せれへんからね、うん、で多分ね、そのケンゴさんだったらこの辺がね、うん、やっぱりかなとは思うんですよね、こうやっぱりこの辺のギターのね写真とかね、おお、うん、これどこのメーカー、ちょっとちっちゃすぎてわからへん、フェンダーのブースやったかな、おお、なんか今もやっぱりフェンダーとかね、ギブソンかってそうやけど、はい、もういろんな新しい形に変わってきてますよ ね、 そうですね、あの変わってきてるというか、いろんなものを実験して出してますよね、はい、うん、うん、まあ、あとはこの辺のね、まあ、最近よく若いアーティストを使ってオレンジですよ ね、 ね、オレンジのアンプ、ね、オレンジなのに新しいアンプは黒なんですよね、これがね、そうなんや、ほんまや、ほんまやね、これがこう、新車が新しいやつ出てたんですよ、ね、オレンジでないとあかんわそうなんですよ、このアンプはちょっと思わず面白かったんで撮ったんですけどいや、オレンジのアンプいいね、そうなんですよね、味があって、で、あとこれ、これなんですよね、このこれなんかね、ブラックスター、これもアンプ、これアンプなんですけど、ブラックスターなのに白なんですよ、それはもうええよそれはもう京都くん首回し始めたよなんかそういうネタいやいや、面白い面白いあの前にやってた俺みたいなあれになって、はい、あ、行きましょう、次々どんどん行きましょう、あとはこれはね、同じあの日本から、うん、大阪の、はい、まあ、があのメーカーなんですけど、境リズム楽器さん、うん、これドラム、そうですね、ドラムですね、うん、はい、うん、ドラムってさ、きっと全、はい、あのセットなってるけど、はい、同じメーカーが全部作ってるわけですよね、まあ作ってるますよ、ね、シンバルだけでとか、はい、そうなんじゃなくて、まあ、もう一応全部ね、ないことはないのかね、逆に、ジルジャンはもうシンバルだけ、いや、あの、でもシンバルが有名やね、うん、サビアンとか、はあ、あ、でもあれはバスドラとかあんの、ジルジャンって見たことない、うん、って考えたらどうね、お、うん、で、まあ、あの境リズム楽器さんのね、はいはい、そのドラムとかその辺のことを、うん、まあ、あの詳しく知りたい方はね、あの奈良のハーツミュージックスタジオの方に、はい、シンバル ねちょっとね告知しとかないとね思想できる、あの叩けるらしいね、そうですね、え、あれヤギにも、最大事ヤギにも今ど今はないですよね、あのね、今はちょっと分かんないですけど、まあ、あのその辺のことを聞きたい方はね、ハーツミュージックスタジオの方に問い合わせてください、はい、それか月曜日のコトコトビーツを見てもらうかっていう、はい、はい、なんかね、あ、鍵盤出てきた、鍵盤、そうですね、この辺もそうなんですよね、うん、この辺もあのリオンさんの、あのアナログシンセなんですよね、はいはいはい、はい、この黒いやつがね、うん、はい、鍵盤は関係ないんですよ、これこっちの、これそうですね、上のやつですね、これね、4つ並んでるやつ ね、 そうね、これってどうなってんの、つまみになってるの、そうですね、つまみになってる、ドリフトボックスっていう商品なんですけど、まあ、私もあんまり詳しくは分からないですけど、演奏中にこれイコライジングっていうじゃなくて、例えばこうオシレーターであったりとか、うん、この一番左のやつ、これステップシンケンサーかな、左のやつっていうのはこの、うんうん、あ、違うかな、あ、これか、4つあるうちの、うん、左、はい、このあとはやっぱりね、こう手に持ってみないとちょっと分からないですね、まあ、これぐらいの箱ですね、はいはい、
エフェクター2倍分ぐらいの、うん、結構ね、日本からもそのレオンさんの楽器、うん、その使われてる方で、はい、結構日本からこう見に来られた方も、会場に来られた方もいらっしゃって、うん、結構こういうこれぐらいの小型なんですよ。小型なんで、うん、結構リックとかにもこうやって入れられるんで、はいはいはい、結構海外遠征とか多い人だと結構便利なのかなっていう。一回それね、実際にこう番組でね、こう、はい、音を出してみたりとかも、そんなのも面白いかもしれないですね。そうですね、一回ちょっとき、うん、ね、その方に聞いてみて、はい、借りれるんであれば、デモ機を借りれるんであれば、はい、あとはじゃあもうこのブースにずっといてはったんですか。まあもちろん他もぐるっと回ったりするけど、ね、まあ私基本的に語学は全然ダメなんで、一応スタッフとして行ってるわけでしょ。スタッフ行って、その要はセッティングとか、まあ、なるほど、そういうことね、PA のセッティングとか、じゃあ来られた来場者にこうパンフレット渡すとか、それぐらいまで。そうですね、あとはまあちょっといろいろ会場回って時間見て、いやいいな、うん、中に入れたんや、それがすごいですね。いい、連れて行ってもらったんで、私もね一人だと多分行けなかったんだ。いやいや、そうですね。そうなんですよね、まだあるでしょ。で、まあそれ、これがさっき見てたそのこの大きなね光ってるところですね。はいはいはい、はい、なんかいいですねこれ。ライブとかでこういう、これライブやるときはこっち側は自分の方に向いてるんか、はい、そうですね。だから逆にお客さんを向けてもいいですよね。よくよくっていうか、YMO の松竹秀樹さんってご存知ですか。どの人やろ。YMO のそのサウンドとかを作ってた、そのよくこんな大きなね、こうタンスみたいなをこう買い、こう客席に向けて、こう自分がこう背中向けてこうやって音を作ってる。はいはいはい。うん、そういう感じにするとすごいライブには映えますよね。そうですよ ね、なんかこうイルミネーション的な、ライブの見栄え的にはね、うん、はい、この辺もね、いいと思いますよね。でもあんまりこういうのって興味ない人にしてみたらちょっとあれなんですけど、うん、うん、まあこんな感じですね。ブース電気、他の楽器ないんですか。他の楽器ですか。の他の楽器なんか食べ物とか出てきません。他の楽器、まあ、これ誰これ、なんか映ってるの。え、これ誰ですか。これですか。これ人形ですよ。あ、人形か。はい、もうこんなこうリーバイスと、え、リーバイスとフェンダーかな。あー、コラボ、フェンダーのコラボかな。うーん、こういうのを展示してたりとかね。あとはもうそういうことジャンルごとに分かれてたんですよ、うん、まあ、ギターばっかりとか、はいはいはい、で楽器だけじゃなくて、やっぱりこういう レコーディングの機材とかね、はい、こういうとかね、あ、まあこれはちょっと、これはちょっといいかな。うわー、すげえですね。なんていうの、コンソールっていうか。そうですね、これは SSL っていうメーカーのミキサーかな。これだったかな。額で言うと いくらぐらい。いや、はい、多分 SSL だったらそのタックだけ何千万ですかね。するんですよね。ああ、すもっとそうかな。億ってことはないしね。ああ、うん、すっげえ。こういうの作ってるメーカーってね、年間どれだけ売れるんですか。はい、年間どれだけ売れるんでしょうかね。メーカーですか。このミキサーとか作ってるメーカー、ね、ここ今の、例えば今の機材、はい、今の機種を販売するって年間どれぐらい売る。1000万ぐらいでしょ。あ、言うてみたらベンツ1台売るみたいな感じじゃないですか。でも、そうスタジオなんてできひんし、顧客が世界相手なんで。ああ、そっか。こういう人たちは、はい、世界に市場なんで、もうだから SSL っていう、まあそのイギリスのメーカーだったかな、うん、そのちょっと定かではないんですけど、うん、まあ、その海外のメーカーのやつなんですけど、それはもう本当に世界のこのレコーディングスタジオの定番の
ミキサーなんで、うん、結構あれですよね、うん、写真はこれぐらいですか。もまだまだあります。あとは、まあ、見せていい写真とね、見せたらあかんやつもあるやろうし、まあでもブログに載せてる時点で。ああ、そうかそうか。まあ、あとはこういうライブをしてたりとかね。うん、どんな人が、これはプロのミュージシャンが。いや、ちょっと顔を見て誰っていうのはちょっとわからなかったんですけど、ね、うん、とにかくその朝から、朝10時オープンかな、うん、オープンして、あの夜ずっと夜までライブとかずっとやってましたね。食事するブースももちろんあるんですよね、うん、食事するブースもあって、もう充実してるわけでしょ。いいですね、奈良でそういうの。まあちょっと無謀やけどめっちゃ無謀ですわ。適当なこと言いすぎましたけど、これやりたいな、そういうことをね。そうですね、ねえ、なんか楽器、楽器で言うとちょっと難しいけど、なんやろ、うん、歌落ちましたよ、大丈夫ですか。そうですね、行きたいわ、まあ、本当にでも世界中から集まってくるイベントなんで、 それこそ会場内にいると、うん、ここどこっていう感じ、うんうんうん、こう中国風は飛んでくるし、韓国風は飛んでくるしみたいな。そうやね、アメリカの人だけじゃないですからね。そうですね、うん、もうだから隣ブースとかね、中国メーカーでやったりとか。でもこれを狙って、あの、はい、日本からも、はい、結構日本の有名な音楽アーティストとかも来るわけじゃないですか、うん、そうですね。誰かに会ったとかないですか、見かけたとか。日本のアーティストは見かけなかったですね、逆に取材人が多かったですね。あの、ね、あのキーマガとか、うん、ああ、はいはいはい、ああいうリットミュージックの音楽雑誌とかね、うん、はい、メディアの方が、例えば YOSHIKI がフラッと現れるとかね、そんなこともあってもね、ね、うん、おかしくはないよね、うん、まあ、フラッとビリーシーンがやってきたみたいな。いやビリーシーンな、あのおっちゃんいくつですか今。え、もう結構ええ年。そうですよね、ええ年やね、やってるね、やってるね。ちょっと小さくて見にくいですか。あのギターでちょっと限定して、はい、ごめんなさい、ギターで言うと、はい、やっぱりいろんなギターのメーカーが来てるわけじゃないですか、はいはい、もちろんギブソンとかね、はい、フェンダーも今名前あったけど、はい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 、日本からのはやっぱりヤマハとかも出してるわけでしょ。そうですね、おなんかヤマハさんも出してましたし ね、 そうですね。最近のギター事情分からへんねんけど、フェルナンデス、うんうん、あ、フェルナンデスも日本やね。え、日本ちゃうかな、日本やったと思うけどね。ちゃう、違ったっけ、ような気がするな、分かんない。うん、うん、まあもちろん日本メーカーはだってね、ヤマハさんもローランドさんもコルグさんも、あのアコースティックなんかで言ったらね、もういっぱい日本のメーカーありますもんね、高峰とか。そうですね、うんうん、あー、いいですね。で、まあ建物が、あの地下1階からこう、うん、地上は3階まであるのかな。あ、縦に長い、うん、あるんですよ。でも横にも広いです。横にも広いですし、で、あの他ホテルもあって、ホテルの会場もあるんですけど、でちょうど地下1階っていうのが、要は初めて出店する人、はあはあ、あ、なんかランクじゃないけどそういうのがあるね。そうそう、ほんでこう何年かいてこう上に上がっていくっていう。でもちろん山田さんとかローランドさんも上とか、もっとあのそれ別で大きな会場でやったりとか。はい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 、うん、で今回は地下だったんですけど、うん、また逆にそれが面白かったんですよね。地下、あの新しいメーカーさんばっかりなんで、うんうん、結構面白い楽器っていうか、うん、あって、まあ、それって、思想できるんですよね。そうですよ、もちろん、はい、ね、あ、それ楽しいな。あのギターとかも普通に一般の客が来て、はい、ちょっと弾かせてください、弾いていいんですか。そうで、ね、でちゃんとアンプから音出るわけでしょ。あれ音ってみんないろいろ各ブースから音出るけど、こうごちゃごちゃになったりしないですか。まあまあまあ、そんな大音量ぐちゃぐちゃにはなりますけど、
聞こえる範囲で自分の音はモニターできる感じで、はあ、なんか入り口にね、無償で無料で耳栓が配られてるんです。なるほど。なんで音楽のイベントで耳栓なんて思ったんですけど、なんか分からんこともないな。でもね、いきなりちょっと弾かせてくださいとか言って、あの天国への階段とかいきなり弾かれても困りますよね、うん、長いっちゅうねね、はい、そうですか。いや、もしまた次なんか行く機会やったらね、また言ってくださいね。事前に頼みたいことがいっぱいあるんで、ここのブースちょっと行ってきてください、写真撮ってきてっていう頼みますね。多分アメリカはもうないかもわかんないな。あ、そういや、ほんで今年もそのドイツの、うん、そのミュージック、メッセかな、うん、それが3月にあるんですけど、まあ、それも行く予定してたんですけど、はいはい、ちょっとあのなんか都合がつかなかったみたいで今回は流れたんですけど、まああのそうですね。でも私自身はね、でもカナダに行きたいんですよね。お、カナダでもそういうフェスがあると。カナダはね、毎年、春かな、春3月か4月ぐらいにあのトロント、はい、カナダのトロントの方でそのインディーズのアーティストが世界中から集まるイベントが、うん、カナディアンミュージックウィークっていう。みんなそれはアマチュアしか、まあ、アマチュアっていうかインディーズですよね。インディーズ、はい、インディーズの、あのカナダは結構インディーズシーンが結構熱いところなんで、世界中からそういうアーティストも、アーティストからあの音楽プロデューサーから集まる、うん、そういうイベントがありまして、じゃあもう奈良からね、奈良のインディーズバンドをユミさんが連れて行って。そうなんですよね。いや、それはだからいずれっていうか、その毎年何組かは日本からも行ってるらしいんですよ、うん、で、まあ、それを知ったのもこの間、去年の夏ぐらいかな、ちょうどあの東京の方でちょっとあの広告代理店、はいはい、広告代理店のそのそういうイベントがあったんですよ、はいはい、それこそこういう展示会、うん、あって、その時にあのちょっとカナダ大使館の人が来られてて、うん、で、はい、そのカナダ大使館の人と話をした時に、まあ、何組かこう日本の方もイベントの方に来てるよって話をして、て、あのいつでも言ってくれたらとは言ってたんで、すごいね、考えることがワールドワイドですね、本当に。はい、どうなった？これかな。あ、そっちね。そうですね。でも面白いと思いますよ、でも。そうですね。何泊したんですか、向こうで。イベント自体は4日間で。ずっといたわけですね。で、そうですね。と、全部で10日いいね。あ、でも9日なんですけど、実質9日なんですけど、要は帰り2日分なんで、はいはいはい、日付はいはいはいわかります4日間開催してたんや。だから8、そうですね、9、そうですね、その、うん、この何、会場以外の写真とかはもう会場とホテルと行ったり来たりだけです。あ、そうなんや、うん、ちょっとあのどっかね遊びに行ったりとか、横にだからちょうど真横にディズニーランドがあったんで、うん、ちょうど土日を挟んでたんですよ、はい、だから土日にちょうどディズニーランドから花火が上がってて、ホテルからこうなんかホテル泊まって子供たちと一緒にこう花火見てたってみたいな、うん、アナハイムか、うん、懐かしいな。そうですよね、はい、なかなかほんで気候も良かったですね今、うん、なんかこう過ごしやすい。ちょうどね、僕もね、あのアナハイム行ったの2月やったんですよ。あ、行ったんですね。昔行ったことあるんですけどね、はい、やっぱセーター着てましたよ。そうですね、ちょっと寒かったですもんね、朝方ね、うんうんうん、なんかね冷え込みますよね。そうね、もともとあの辺って砂漠地帯かなんかなんですよね。うん、そうやね、何も広いなんか平野っていうか、うん、もうアメリカ全部がだいたい平野みたいになってるけど、うん、そんな感じ、ね、あそこもディズニーランドとそのアナハイムのコンベンションセンターなかったら、イベントなかったら、そうそうそう、人誰もいないですからね。そう、うん、店があるけどもね、ディズニーランドとかあるおかげで成り立ってるようなもんですよね。そうそう、めっちゃ田舎町なんですよね。そうですね、バスしか走ってないもんね、ほとんど。バスと、ね、まあ、タクシー拾うぐらいね、うん、さあ、ね、ありがとうございました。はい、またいろんな、ね、海外だけでなく
はい、いろんなとこ行って写真撮ってもらってね、はい、あ、そうですよね、うん、それそういうの楽しいと思う。まあ東京でもイベントいろいろ行ったりしてるんで、まあ、多分先にことことビーツでそのネタを使うんやなと思いますけど、はい、いやでもね、ことことビーツは基本的にアーティストが主役なんで、そうやね、あの、そうそうそう、あんまりこうディアーズロックはね、乾さんがメインですからいつからあ、違ういつから、ということでまた頼みます。はい、はい、ありがとうございました、はい、で今日はね、もう半分ぐらいいったかな番組残りあれやろうよ、テンソングス、テンソングスやらへん。そうですよ、70ちゃんと考え、言われた、さっき言われた。いや考えてるよ、いや考えてるのは前とほぼ一緒なんでね。はい、70テンソングスね、70、はい、70ね、70ってなんかすごいな、はい、池重って知ってる、はい、海流王子の住職さん池重って言われてね、池てる住職さん池重有名三浦淳から命名されたという、はい、変わりましたか。はい、さあ、真ん中です。え、いやいや別にいいんですけどね、それは大丈夫なんですけど、これ映ってんのかな、映ってる、あ、ちょっと待って、まずこれもう戻しましょうか、はい、ね、1番上げてもらっていいですか。はい、入ってます、入ってます、入ってます、もうちょっとよ。こんばんは。はい、はいはい、 はいこんばんは、キョンキョンです。はい、もうはい、もういいな。さあ、最近どうですか、最近どうですか。そんなええし、そんなどうなの。マー君すごいな、162億円って。そうですか、7年で162億円やで、ね、あれは1年ヤンキースヤンキースなんか結局どこ入るかみたいな、なんかこうやきもきして、うん、でヤンキースになったんです。そう、すごい、そんな金出すんですね。すごいね。いやもう全然どうなってるのか知らないですけど、ホンダもね、なんか活躍してますよね。ホンダってどっちのホンダ、AC ミランのホンダ、あ、そっちのホンダね。俺の中ではホンダ言うたらもう F1 かなと。ああ、F1 のターボエンジンとかね、これから出てきますけど、まあそれはええとして何の話やね。はい、こっからはディアーズロックはね、ロックですから、もちろん音楽で、奈良重金属音楽クラブというのを発足しました。先週ね、先週発足して、うん、ほんで1週間経ちましたが、ね、1週間経って、はい、いいねどれぐらいあるか、100ぐらいは呼びやろうって言ってましたよね。今いいねいくつになってますかね。さっき見たら何ぼやったっけ。何ぼですか。なんと Facebook ページ、ちょっと課長、課長、はい、ジャーマン課長からちょっとジャーマンメダル課長からどうぞ発表させてもらいます。発表してください、はい、10いただきました、ありがとうございます。10いいねいただきました。いや100にはもうちょっとね届かなかったですけども、ね、あと0が1つだけ。いやいやいや0 1つかすぐやな。だって視聴者はいませんもんマジっすか。せっかく出てきたのに、でも頑張る、頑張ろう、でも頑張るよ、もう逆境に強いから俺たち。いやいやいや弱いでしょ。あの人いっちゃん弱い。長いものに巻かれるタイプですか。あの人本番中に数数えて本番中にへこみ出す人だから。へこんでない、へこんでない。ああ見てないわ。あのね、あの重金属音楽クラブはね、はい、なんと今んとこメンバーが、はい、やぶちゃんも入ってんねんけどね、一応そうですよ。やぶちゃんのね、今なんか飲み歩いてるみたいですけど、ね、うん、豆腐を売り歩いてて忙しいみたいで、いやなんか今その辺で飲んでるみたいですよ。マジで。どこや。なんか こんなんさっき10 20分ぐらい前になんか出てきましたけど。何してんねん、何してんねん、やぶちゃん。あ、そうね。まあまあまあ、それはさておき、まあ、それ活動してるんですよね。あ、活動といってもまだ何もしてないんですよね。うん、俺もこうしよう。で、まあ、これから、何かちょっとイベントとかね、そうね、したいって思ってるんですけど、ね、どんなイベントします。いいねが結構ついたら、やろうとか言って、やろうと言ってました。でも、そんなん待たずにやった方が僕はいいと思う。ね、最初、当初はね、100って言ってましたが、100多分、うん、
無理やと思うので今の現時点ではね、そうですね、やっぱり20でいきましょうか、うん、誰か、うん、あ、ちゃんとそういう20ぐらいはいくと思うんですよ、はい、ただとりあえず招待したいんですよ、まだやってないですよね、招待したら多分30、40はいくで、あ、じゃあそうじゃなくて、まずね、僕もこれ僕が悪いです、どうもすいません、え、ちゃんとね、その基本的な方針っていうのを上げてないんですよね、おう、うん、そうそうですよ、それそれそ それを上げたら多分食いついてくる人はたくさんいるはず、いやいや、うん、それはほんで目につけると、うん、だからこの前もね、はい、ごめん、過剰書きにはしてるんですけれども、ね、誰ですか、なかなか誰ですかね、なんかコメント聞いてますよ、黒鳥君、夜遅いのに大丈夫見てる見てる見てる、どんなですか、なんか見てくれて、あ、本当は1人ですよ、おっさん3人に言われました今日は最後バタバタしてお疲れさんでした仕事の仕事の人最後まで一緒に待ってもらってありがとうございます僕が着替えるのを待ってもらってありがとうございますもうめっちゃ仕事だなと思って箇条書きにね、はい、してるけども、やっぱりこれ、はい、Facebook ページに上げないとダメだなと思うので、うん、そうですよ、そうね、1週間なんかいろいろ上げるって言って、うん、結局上げたのロックパニックのやつだけじゃないですか、そうなんですよ苦し紛れにあれぐらいしか僕デスメタル10曲上げたのに、うん、最近ね、はい、思うことは口にするんやけど、はい、なかなかこう打つのがもう億劫で、はい、もうそういうもう面倒くさくなってきてトークになってるじゃん、だから古事記じゃないけど古事記って本ね、昔の歴史書、うん、ね、比叡田のアレイっていう人がこう話をしたのを大野安丸が書き留めたというね、だから僕には大野安丸みたいな人が必要なんです、うん、だから分からへん、分からん、いや、その話は分からんけど、その言うてることはただの逃げやいや、ほんまにね、言うのは言うんですけどね、なかなかこう、残すのがね、こう、代筆してほしいんです、書いてほしい、代筆を ね、あ、じゃあ、ジャーマン家と、ね、その会長が、会長じゃない、部長がいてるから、メタリカ部長いてる、筆記じゃあ、初期がいる、初期、初期ね、Facebook ページ書く人ね、それ確かにね、うん、そういうの欲しいですよね、うん、でもそういうの得意じゃん、え、得意、得意じゃないっすよ、ね、苦手やのに頑張ってるんですよほんまにさっきもなんかまあまあ、これはね、自分のアカウントでつぶやいてます、いや、でも全てそういうアップするのも一人に任せるのもそれはおかしいと思うので、ちょ、はい、これはもう僕自身改めて心改めてちゃんとやるようにします、はい、やりだしたらね、軌道乗りだしたら多分ね、すごいシャシャリ出てくると思うんですねもうそういうこと別に言わんでいいっすわいや、書いてから言おう最初のこの第一歩がね、とか重いんですよ、こう嫁にもよう言われるんですよ、うん、行動遅いってね、うん、もう言うたった言うてもうたわまあ、やりますわ、頑張ってこのね、はい、放送終わって明日ぐらいには、はい、はい、じゃあ Facebook グループもね、作ろうと思って結局作らんかったけど、はい、それやる、まず、宿題、もうこの番組今放送中に決めよう、宿題として、はい、それぞれ、はい、決めてください、ね、はい、ミッションを、はい、まずジャーマンメタル課長、はい、Facebook 何そのグループね、はい、グループ、ね、グループ作って、はい、ちゃんとその会員としてこう入るというね、うん、そういう仕組みのやつを作ります、はい、はい、そして、私富岡言語はそうですね、ちゃんとこの基本方針っていうのを、ほう、いくつか挙げてます。一つ、情報交換の場として、ほう、二つ目、定例会を、月1回で書いてるけどこれ月1回ちょっと無理と思うわ2ヶ月に1回とかね、その定例会って何するんですか。集まってとりあえずわーってなるわーってなる飲み会飲み会、まあ、別に飲まなくてもいいよ、食事するのでもいいけど、うん、やっぱ話ができる場所でないとあかんので、うん、まあ居酒屋で そこで 何を喋るんですか。最近どうよみたいな、はい、飲み会ですよね飲み会いや飲み会でいいじゃないですか。飲み会を兼ねた飲み会を兼ねた情報交換の場、まあ情報交換一番に挙げてるけど、うそういうことです、うん、情報交換ね、うん、最近何聞いたとか、そうそうそう、最近あんなアーティスト、うん、あんなバンドあんねんで、ね、ちょっと聞いてみとかね、うん、俺今日こんなん持ってきてん、これ、はい、貸したるわとかね、そういう、ね、ね、交流ね、いいですよね、それで今度こういうイベントしたくない、そもそもそういうのがしたいっていうやつですもんね、これね、
なんかイベントの案はあるんですか、うん、イベントの案あるんですか。それは一応まずは最初できるって言ったらヘドバン大会かなと思う、うん、それですもんね。それまずこのそうこれの発足のきっかけはそうみんなで集まってヘドバンしたいっていう、ね、まず何したいか言ったら音楽大音量で聴いてみんなでヘドバンしたいと、うん、そうなんですよ。僕の個人的なこの希望とかね、はい、そういうのがもうすごい含んでるんですけど、ほんでそういう場所ってまあ言うてもライブハウスとか行かん限りなかなかね難しいですよね、うんうん、誰かの家行ってとか言ってもそんな爆音で聞いたりとかまずいですよ、ね、じゃあライブハウス借りないといけない。いやだからライブハウスとかじゃなくてここっすよ、うん、このスタジオでできると思うので、うんうん、ここで大音量でね、うん、ここでプロジェクターもつけれます、ね、もう映像も流して PV も流せるし、うん、映像見れる、映像流しながら、うん、映像とは違う音楽傍らかけて、はいはい、それでみんなでこう、なんで映像と音楽違うの。一緒にせんと。いや、ええやん、それは。それはあかんねん。映像見たい人。そこ突っ込んだあかんねん。基本ね。その、なんかライブのやつを流して、はい、それもいいね。それをやってる。それもええな。いや、そうやと思ったんですけどね。違う。え？いや、あの、要はあるやん。ハードロック、ハードロック喫茶ってあるやんか。あ、はい、あ、そうかそうか、言うてええんかな。ハードルカフェあるやんか。ああいうとこでも音楽な、BGM で流れてる音楽と違って、うん、こうスクリーンに映し出されたのが全然違ってたりするわけで、うん、それまあこうほんまに普通に飲むような場所やったらいいですけど、うんうんうん、あれでしょ、ここでやんやったらもうガンそのやろうか、それに向かってやるみたいな感じで、あ、まあでもそれやったらメガデス好きな人ばっかりしか来ないとかね。いや、それあるね。だからメガデスの映像を流してる間メガデス嫌いやっていう人がつまらん。だから音楽はメガデスかかってるけども、ね、いや実は映像はなんか違う、あのエクソダスやとかなんかメタルばっかですんませんほんま。いや、そういうやつですか、うん、なら重金の音楽クラブ、そうメタルなんでね、うん、すんませんとか言ってたらダメですよね。そう、部長がしっかりしないとね。部長がね、部長最初からブレたらあかん。そうやね。っていうことで、ね、はい、やってやるぜ、うん、はい、だから、みんなじゃあ好きな音楽を持ち寄ってそれをこう順番にかけるとかそういうことですかね。そういうことでいいと思います、うんうん、で基本あの DJ スタイルで、うんうん、まあ機材を操るのは一人で、うん、でも何曲かかけるけども時々入れ替わりで違う人がやったりとかね、うんうんうん、で、ただ単に頭振るだけでは面白くなくて、うん、これね、結構ね、アルコール入った状態で思いっきり頭振ったらもうすごいことなのよ。いやいやいや、倒れそうですね。いや、もう倒れるぐらいまで行くんよ、ほんま。40近いおっさんがそれやったらダメじゃない。40近ない、まだまだ大丈夫。それをこういうこの場で、ね、はい、やってみたいっていうのがあるんですよ。いや、いっぺんやってみよう、ほんま。すごい気持ちいい。だからいちいちライブとかね、お金払っていかんでも、うん、高いお金払っていかなくてももうほんまほんの何1000円弱で一応お金、なんかすげえな、メタルアーティストの髪の毛長いカツラをかぶってくるとか、心地で用意しておくみたいな。それやろうと思ったらね、会費結構募らなあかんのね。え、うん、高いですかあれ。いや、作ったんじゃないですか最初の無理か、うん、ね、それがコスプレとか、うん、だからでもね、ステークとかもう髪の毛薄なってる人とか来てこうフェドマしてもやっぱりなんかこうは自分で迫力ないから、はいはいはい、なんかこのブルーンブルーンってなってるメタルのアーティストがやってる感じをやりたいみたいなを満たすみたいな。そうやね、それは基本的にありますよ。なんか髪の毛伸ばしたらいいね。いやいや、そんな急に伸びないで仕事上無理とかあるでしょ。そうやな、サラリーマンがいきなり髪の毛ロン毛になっていったらオッケー、びっくりじゃないですか。まあそんなね、ヘドバン大会もあったり、はい、でもちろん一番そのヘドバン大会よりも一番簡単にできるのは上映会やね、うん、これ一番簡単にできる。あ、上映会先しようか、それが一番いいよ。上映会っていうのはそのDVD とか DVD 持ってきて見てみんなで見る。そう、はい、あ、それしよう、さっきそれやわ、うん、ライブ DVD を流して、もうここねスクリーンなありますから映し出して、うん、みんなでこう椅子並べてね、うん、見ると、うん、ちょっと飲み物飲みながら、これいいね、うん、うん、でこれは別に頭すごい単純な回やけど、これいいわ、はい、さっきそれやな、うん、まあそれもありーの。あとバンド活動もあります、はい、バンド活動、実際ね、ことこと乾くんはベーシスト、
ベースも弾くし、まあ何でもやらはるけど、何でもやら、一応ベースやったり、ドラムもできる、ベースもできる、ギターもできる、ね、何でもできる。ギターはできへん。で最近僕もギター出してきて磨き始めてるんですけどね。そんな途中経過いらん。そうそうそう、仕事の合間に休み時間にちょっとこう磨いたりとか。途中経過どうでもいい。弦がまだ張れてないんで、ね、ちょっと明日明後日ぐらいやって。それも復活させて、あとはねこの辺でまあバンド作っても面白いしね。ボーカルがいないですね。親父バンド。ボーカルね、ボーカルな。ボーカルでも富野さんやりたいんですよね。うん、ボーカル女の子にしたいな。あ、メタルな、ね、メタルな女の子を探そう。好きな奈良の町でね、募集かけよう。あの庄屋のあのね、そう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 、ね、そう庄屋ちょっと古いな。まあまあ今一瞬分からへんかった。俺らの世代では多分庄屋やけど、世代じゃないわ俺。メタルって言ったら庄屋か、まあ、今はアルディアスぐらいしかいてないからね。うん、いいね。そういう、まあ、いろんなユニット作ったらいいと思いますよ、それは。はい、ヤブちゃんもね、スラッシュの格好をしてギター弾いてくれたらいいし、適当、うん、あとはお宝の見せ合いっていうね、うん、まあ、これはもう定例会の中の一部、うん、ワンコーナーにみたいな。そう、お宝の見せ合いってね、ほんま僕お宝とか持ってないですけど、みんな持ってるんかな。そんな、いや自分持ってなくてもいいね、うん、人が持ってるのを見るっていうのも結構楽しいし、うん、でこれはこの時間にやりたい、ディアーズロックの中でやりたい。ああ、そうですよね、うん、そう、それがいいですよ。でここでお宝見せ合って、うん、動画としても残りますからね、うん、これは面白いかなと思いますね、うん、はい、持ってない、そんあるんじゃ、ないっすよ。ことこと犬井くんは結構お宝持ってると思うよ。いやいやいや、そういうお宝はないかもしれない。あ、そう、誰かのサインもらったとか。それはね、ビリーシーンと写真撮ってとか。サインもらった、ね、それすごい。まあまあ、ことこと犬井くん自体がお宝ですからね。国宝です、人間国宝で申請しないといけない。おだて方もだいぶできた。後の処理よろしく、うん、さあ、そして、最後ですが、最後ちゃんは一緒にねライブに行くっていうのもできますよね。メンバーみんな一緒に、今度あのライブあんねんけど行かへん、おお行くわ、チケット取っといてとか、そういう情報交換もできる。フェイスブックグループ作ったら、まあそういうやり取りとかもね、うん、いろいろ会員同士でやったりとかでコメントしてもらえたら嬉しいな。コメントあげたらそれに食いついてきて、それ発展していくっていうことでいいね。フェイスブックページの、フェイスブックページはまあそうですけど、グループはそのもう会員しか見れないわけなんで。うんうんうん、あ、そうかそうかそうか。あ、会員しかね。で会員同士で会話するとか。あ、なるほど。明るみに出したらあかんようなこともできると。いや、公開のグループでもいいんですけど、うん、それすると意味ないもんね。うん、それをしてしまうと会員の意味がなくなってしまうからね。うんうんうん、はい、了解。あと最後は、最後じゃあさっきから言ってるか、ヘッドバン大会ね。うん、これはやりたいね。で、まあ、そういったことをやっていく活動内容ですが、はい、まあ、いつも僕形から入りたい人で、はい、もちろん参加する会員の人には会員証というのを発行します、はい、おう、それをどうやって作ろう、ね、どうやって作ろう。ちょっとあそこの会社に頼んでみようかなとか、おう、うん、当てがとかいろいろね、もしそれやるんやったらね、会社にちょっと頼んだり、うん、あとステッカー作って、うん、自分のね車なりバイクなり貼って、うん、ね、街をこう走り回ってくれたら、うん、結構宣伝になるんちゃうかなと思ったり、うん、なんか昨日 ね、 いいね、そのことことビーツに入れてくれたアーティストの方はなんかね、うん、IC カードに貼るなんかステッカーみたいな、うん、IC カードに貼るステッカー、何それ、うん、IC カードってよくクレジットカードとかじゃなくて、要はイコカとか、あ、はいはいはい、ね、ピタバとかあるじゃないですか、に貼るステッカー、あ、ステッカー、それ貼ってどうするんですか。いやだからアーティストのだから、そのステッカーって、要はアーティストのそのグッズとして、あー、なるほどなるほど、うん、なるほど、うん、はい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 、まあ、今テレカってないけどテレカを自分の写真載せたテレカみたいな感じ、そう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 、うん、あ、まあね、なんか昨日言ってましたね、作ったと言ってましたね、それシールね、うん、作るのにどれだけ制作費いるから ね、 ね、ステッカーとかね、低く低く急にトーンが、はいはい、まあまあそれはでもやっぱりでも会費いるね、こうなってきたら
いやまあ そこはまだ考えないでおきましょうよ、うん、まあまあ気軽にちょっととりあえず始めたい。基本的にはあの非営利で活動したいと思ってるので、ねできるだけそれはもうお金ねいらないようにしたいんですけど、うん、やっぱりいる場合はあるんでね、うん、例えばそのビール飲むビールお酒飲んでこうワイワイやりたいってなったらお金発生しますからね、うん、それもちろん、ね、会費としてこれは募っていかなあかんなと思いますが、はい、T シャツも作りたい、うん、最終的にはT シャツを作って、ね、で奈良に観光に来たアメリカ人がおおあれ何とかねおおあれ何は言わへんけどそういう風になってくれることをちょっと願ってるんですけどね、うん、はい、じゃあなるほどミッションとしてちゃんとね、はい基本方針上げときますんで、そうですね、はい、さあどれだけ集まるかな。でまあ数があって20人集まったら満たしたらとりあえず上映会やりましょうか。そうですね、ね、うん、やりましょう上映会。上映時間どれぐらいかやね、うん、まあ2時間以内で2時間ぐらいでみんなでワイワイできたらいいかな。いやそれだあの何を持ってくるとかによってもう来る人とかもでもあれそうやね。だから最初は富尾さんが持ってくるんですか。まあまあ持っていきますよ。いろいろあるけどもでも自分の好きなね DVD をかけててもどうかなって思うので、もしあれはどうしようかな。 PV を集めて PV ばっかりかけるとかどうかな。 PV 集めるみんな持ち寄って、はい、MTV みたいに。そう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 。じゃ YouTube でなんかあのそういうリストとか作っ ったりね、うん、あこれパソコンつなげれたっけ。でもいけるでしょ。あいけるやん簡単やん。でその YouTube とかあの自分の好きなやつとかその場でもいいですし、なんか流して、うん、でこの曲聴いたことありますみたいな感じで流すとかでもいいかもしれないですね。そうやね、それいいこと言うた。じゃあそれもまあそれも上映会の一部ということで、うんうんうん、はい、そういうコーナーもあったりで、うん、まあ、基本的にはこれぐらいかな。他に何かこんなんやりたいっていうの。いやいやあのそれでいいですよ。それでいいですか。イベントはもうそれでもうそれで十分まあ、なんか一つね形にしていかんとダメですよね。そうなんですよ、ね、まずはちょっとまあ集まるみたいなこと視聴者は2人になりました。あまり言わんというのは恥ずかしい一人増えました、はいね、みんなこんな夜遅いのにね多分あのドラクエやりながら見てはるんでしょうね、こう傍らこうとゲームやりながら、まあ、ついでにっていう感じで見てるんでしょうあなた、はい、ありがとうございますね。じゃあ僕ほんであの最近あの、ね、奈良重金属音楽クラブのページにデスメタル、うん、優しいデスメタル10曲ってやつ上げたんですよ。あの僕の作ってる10 songs っていうサービスで、はい、あの曲、はい、10曲を紹介するみたいなやつなんですけどね、まあ、この番組でも何回かね10 songs は、はい、紹介させてもらってますけれども、うん、清人君が考え出した10 songs 一回みんなね見てください。 あとでちょっとまたみんな見てほしいなと思って。まずは流しときますんで、うん、まずは重金属音楽クラブにね、うん、アクセスしてもらうということ大事だね。フェイスブックページあるここに入ってくれたらいろんなものが見れると。京都君の作ってる10 songs も、入っていけるし、だから富尾さんもこんな感じのやつ作っていってくださいよ。10 songs で10 songs でも何でもいいですけど、もちろんそういう紹介する。なるほどね、テンソングスであの作ってくれて嬉しいですけど。でもね、京都くん豆やわ。もう説明すごい書いてるもん一曲一曲。俺あれ見てあかんわ。俺もう無理やわ。これがもう最近めんどくさい。頑張ったでしょ。うん、一曲一曲すごいコメント書いてんね。本当だ。インフレームスから選んでる曲は大してあれやけど、コルピクラーニから大してなんすか。なんか文句があんのかめっちゃ頑張って選んだのに。なんかテーマは何なんですか。いやテーマはだから優しいデスメタル。デスメタルか。優しいデスメタル。そこでもうあかん妥協してるよそれは。いや優しいだよ。こう分かりこれ要はあのデスメタルを聞いたことない人に入門編、入門編として聞いてほしいなと思って。そのちょっと聞きやすいデスメタルって聞くだけで、うん、聞く気失せるでいいでしょ、もう人によっちゃ。じゃあこれ作ったからには今度は中級編とかどんどん作っていかなあかんようになってくる。難しいデスメタルみたいなのつかみを、ね、ディープなのが次に持っていくにはみたいな、うん、
あでも僕あの優しいデスメタルしか聞いたことないですえやっぱ聞きやすいどっちかというと優しいだから聞きやすい方なんですよ、うん、これちょっとユニさんもぜひ聞いてみてください。わかるわかる。でもこう連続再生できるんで、はい、あのちょっと聞いてみますわ。仕事の片手間聞いてみたら、はいはい、おおって思うかもしれないです。あの半分歌ってるんですよ。そうメロディーメロディアスなん多いもんな。デスメタルって何か知ってます？いやあのイヌイさん分かんない。えメタルはメタルは分かりますけど、はい、何をもってデスメタルって言うのか。デスメタルってあの何をもって メタルと違うかって。いやそれは分かんないですわ。いやもう全く知らないですか、うん、あやっぱあ聞いたことない。聞いたことが、うん、あやっぱだからそうでしょ。そうなんですよ、うん、だからその聞いてほしいなと思って、うん、逆に言ったらこう メタル自体にこういろんなこうジャンル分けがあること自体があまりわからないんで、はい、そうなんですよ。だからそういうこともあのディアズロックちょっと語っていかんとね、うんまあ、いろんなメタルあるわな、ね、前々回のあのなんか音楽のジャンルをあの食べ物に例えるとかは結局あれも感じの答えが出えへんかったもんな。ディアズロックしていった方がいいかもしれない、うんそうね、追求して食べ物に例えなくてもいいけども、うんうん、あの普通にメタルのジャンルの今日はじゃあスラッシュメタルについてちょっと語りたいと思いますみたいな、そういうのいいじゃないですか。そんでいいんやろうか、そんでいいんでやろうかというか知らない人がいますもんね、うん、あなるほど。アーカイブでも残すわけやし、うん、あ富尾さんが思 う, もうスラッシュメタルみたいなのをちょっとまあ語るみたいな、うんうん、あいいかもしれませんね。でそれにあの犬さんとか僕みたいなあまりわからない人が横におっていやいやいや、うんちょっといろいろ質問していくとか、うん、説明すると長くなるのよねこれね。1時間もあるのよ別に 2回3回に分けてもいいですよね。第1回とかね長くなる心配する、まあまあまあ、そんな喋るんですかスラッシュメタルだけでよう分かんないけど、そのうちもう多分時間ないからええやろって諦めてまう時があるんね、そんな語る多分説明してもお前ら好きにならへんねやろっていうそういう諦めが発生じゃないですか。なんで、なんでそんなんやったら奈良重金属高速からちゃんとこう分かるように説明ね、はい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 ね、そういう輪をこう広げたいから作ったんじゃないですか、うん、そうですね、そうですよね、そうですよね、そこそこだからそういうことをやっていきましょうよ、うんうんね、なんで最初からやらんかったんやって話ですけどねそっか、これから毎週それでいけばいいんや。そうですよ、うんね、知らん人がいっぱいいるんでね、うん、僕もちょっと僕今すごい驚いたんですけどデスメタルわからないですねやっぱり普通の人ってじゃあどうする来週はデスメタルちょっとだけ言うと、うん、あの僕このデスなえ優しいデスメタル10曲あのぜひ聞いてほしいから少しだけ解説するとですね、うんはい、あのデス声っていうのがあるんですよ、うん、あデスボイスでやつ。そうですねデスボイス、なんで英語で言うだろう、ちょっとやってみてくださいよ、うん、いやいやデス声あのとだから乾さんが思うデス声321はい、うこれ前もやったな。そりゃあの病院でうなってるおっさんやね。うーん。でもそんな感じですよね。それは職務質問されそうな。職務質問されてる。そういう感じですよ。あ、そういう歌い方をするんだ。そういう声を、うん、あのボーカルとやってる感じが僕はそのデスメタルやと思うんですけど、あれってね、いやあれってね、いやあれずっと思ってたんですけど、あれって別にエフェクターとかで作ってるわけじゃないんだ。エフェクターかけてるアーティストもいるんですよ。かけてる人もいますけどね、もちろん。でもそれもちろん地声ですよ、あれ基本は。フィアファクトリー多分ディストーションかけてたような気がするんだよな。いや、まあディストーションとかやったらまあ分かるんですけどね。でもやっぱりそのデス声にしても男やってるのはまあ分かるわ、うん、女がやってるっていうのもあるからね、うん、そうですよ、まあ、これ知らん人にはこれ聞いてもらったらもう衝撃やね、あれは。そうですよね、アーチエネミー、まあ、アーチエネミーであれ、ね、どっちでもいいけど、あの最近アーチに変わったんですよ。あそうね、アーチエネミーで俺ずっとアークエネミーって言ってきたのに、もうアーチエネミーって言わなきゃいけなくなってきてるんですよまあまあそうなんですよね、アンジェラゴソとか、はい、ではデス声っていうやつが、はい、これ時間来てもうたな、まあ、全然関係ないもん全然そうなんですよ。でそういうね声を出してて、ああそんなもうダミ声とか別に音楽に乗せて聞きたくないじゃないですか普通、うんうんうん、でもそれがジャンルとして確立されてるんですよ、うん、なぜか、うん、やっぱりいいからあるんですよね。そうですね、デスメタルジャンルが、うん、まあまあまあね、うんうん、そのなぜかっていうのがこの優しいデスメタル10曲聴いたら多分分かると思うんですよ。そう、良さが分かる。そう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 、おう、要はあの SF ゴシック的なあの SF 映画とか、あ
に結構使われたりとかしそうな感じの音楽とかも揃ってるんですよね。ちょっとあの物語があるような映画とかもあるじゃないですか、ロード・オブ・ザ・リングはよりもっとちょっと激しい目のああいう感じの映画とかに使われててもおかしくないような曲がいっぱい揃ってるんですよ、デスメタルのジャンルには、と僕は思ってるんですけど、だからちょっとホラーが入ってないと分かんちゃうの、ホラーと、いやまあホラー別にインフレームスとかホラーじゃないと思うんですけどね、ホラーはいらないけど SF っぽい感じで、しかもあのハードなアクションとかがありそうな映画とかですね、に使われてるような感じの曲で、結構ゴージャスな、ほんですごいメロディアスなんですよね、なんかデス声はを引き立たせるためにバックはメロディアスになってるんですよ、そういうところをあのすごい聴いてほしいですよね、でそれにデス声がこう絡んだらよりこういい感じのマッチングをしているというちゃんとしたあの、まあ立体感が出ますよね、音楽に、楽曲にね、はいはい、で声にメロディー求めないみたいなねでもあのちなみに僕がこれ紹介した優しいデスメタル10曲の半分はみんな歌ってるんですよね最近のデスメタルちょっとあの優しくなってきて、あの半分歌いよるんですよ、そうよねちょっとメロディーがであの昔いいよ、ね、サードアルバムまでずっとデス声やったけど4枚目からあのメロディー歌うようになったバンドとかもいっぱいいるんですよねあのメロディーの方に逃げてきたバンドというかであのそういうバンドはもちろん入れてないんですけども、ちょっとだけでもデス声が入ってるバンドばかりをこう集めてるんで、そういう点も含めて全然聴けるメタルになっております。だからデス声デス声って言うけども、はい、デス声もあれは楽器の一つやと思ってるんで、僕もそうなんですよ、だから洋楽聴くスタンスで結局そうなんでね、僕の場合は初めて聴く人なんでこんな汚い声で歌うのか分からないわけなんで、でもねあの曲を作る作曲する方の立場からしたら、あのボーカルの声ってもう楽器の一つとして捉える方が、結構曲って作りやすかったり、そうですよね、それほんまにそうですよ、そのまあデスボイスに限らずね、僕、まあ曲最近あんま作ってないですけど、まあよく作ったりとかするときに、あので他の人があの曲作ったりとかするときに結構失敗しがちというか思うとこがすごいあるんですけど、要はあのボーカルを楽器として捉えてないせいで、先に例えばギターのメロディーとか全部とかも入れてしまって、で A メロのところもがっつりギターとかベースとかわーって入れてしまって、でそこに ボーカルを重ねようとする人が多いんですよね。そうなるともうすでにこうメロディーがちょっと A メロとかもちゃんと出来上がってるところにさらにメロディーを重ねようとするから、それでちょっとごちゃごちゃした感がすごい生まれてしまうんですよ。それは一応失敗するパターンですよね。そうなんですよ ねそれをすごい思いますよね。そうなんですよ、だからそれをあの、あの曲作る時とかもすごい思うんですけどね、なんかこう全部がこう主張してしまうと音楽で結構成り立たなかったりとか、まあクラシックはね結構そういうとこはうまいことやってるんですけど、でプロの人の音楽とか聞いてたら、確かにそうなんですよね、メロも言うたらほとんどボーカルしかメロディー歌ってないみたいな曲もいっぱいあるんですけども、でもやっぱりこうメロディーをまずうわーって入れようと してしまいがちなんですよね、曲作る時って、っていう、なんか、なんでこんな話になったんだけど、いや私が音楽の話を、まあデスメタルもまあそのボーカルがデス声になることでより周りがこう引き立ってる瞬間っていうのが必ずあるんですよね、ええこと言った、そうなんですよ、僕もあの今初めてそう喋りながら気づきましたけど、デスメタル課長に移動変わる、デスメタル歌唱っていうにはちょっとあのもっとデスを聴いてる人にちょっとおこがましいので、あの誰かデスメタル歌唱になる人を会員になってほしい、入ってほしいね、そんなに言うても知らないんですけど、なんかそのデスボイス、デス声をこうサンプリングして、なんか今のもその J-POP とかにもちょっとこう取り入れてみても面白いかなっていう、結構ラップそう、面白いことしてる人も多分いると思いますよ、なんかこうキャリーパミパミと一緒にねやったりとか、なんかこうラップをね、そういうのもいいかもしれないですね、そういう曲と一緒に融合させるとかありやと思うけどね、それ面白い、可愛い声の後ろでバックではそういうザラザラした声で歌ってるみたいな、結構日本人でそういうの得意ですかね、そういうなんか掛け合わせてっていうのは、そうですよね、まあデスメタルも大体その要はメインのボーカルはデス声やけども、
あのそれ以外のほとんど女の人が歌ってるみたいなとかもあって、うん、どれかチルドレンオブボトムとかはそうなんですよね、うん、もうあの結構ほとんど女の人が歌ってるんですよ、うん、え、そうなの？ちゃうわ、クレイドルオブフィルスか、あ、間違えました。クレイドロブフィルスっていうバンド、これダークトランキュリティちゃうかな。あ、ダークトランキュリティもちょっと言ってますけど、ここに入れた曲は歌ってないですけど、うん、そういうバンド結構あるんですよ。そうそうそう、ここに入れたんだったらクレイドロブフィルスぐらいなんですけど、もうほとんど美しい女性ボーカルがこう大半を占めてるスローな楽曲で、シナジーとかは？途中でシナジー、いや、シナジーとかもそうかもしれない。そういうバンド結構いるんですよね、うん、その美しいあのフィメールボーカルと の、うん、あのデス声の対比っていうのもすごい面白いと思う。そういうところも聞いてほしいですね、うん、あ、言いたいこと言えた、ありがとうございます。なかなか、はい、なかなかいい、ね、解説でした。京都君のデスメタル講座でした。はい、うん、はい、デスメタルね、あのちょっと追求しちゃうのはあかんよね、やっぱり、うん、いきなりデスメタルはちょっとあかんちゃう。いきなり、あ、そうなんですよ、ね、別にね、だからあのそういう点でその富雄さんがそのメタル、なんやろ、もうちょっと初心者向けのメタルっていうね、はい、全体のイメージからして、はい、入り口ってどういうところなんかなって思うよね。いや、だから富雄さんいっぱいまでメタル聞いてきてるじゃないですか、うんうん、その中であのメタル聞いたことない人が、うん、あの聞くと絶対ハマりそうやなって思う10曲を、うんうん、転送で作ってください。だから、ああ、そうやね、ハードロックに近いメタルね、スキッドローとかあの辺、はい、から行ったらええんちゃうかなって俺思うけどね、はい、なんかその別にこう物語にしてもいいですよ。これをまず1曲目にこれ持ってきてみたいな感じ。あのこう何、餌をこう順番にこう巻いていって、最後に10個目でここにガブという、10個目 で一番聴いてほしい、富雄さんが聴いてほしい曲を持ってくるみたいなとかね、うん、メガです、メガです、はい、メガです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 。やりすぎやね、はい、ということで、うん、はい、そういう風にそれとそれしましょうか、はい、テンソングスも活用しましょう、はい、はい、で作ってくださいマジで、はい、その初心者にもう自分でテーマ考えてね、うん、はい、で、あの聞きやすいやつ、メタルで、メタル知らん人がを誘うための10曲みたいな、うん、順番に作ってもいいかもしれない、はい、徐々にこうヘビーにしていって、そう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 ですよ、最後パンテラとか、そう、僕よりも全然知ってるはずなんで、富雄さんの方があのメタルの曲、いやいや、僕はそういう、あの言うても一部しか知らないんで、うん、その富雄さんが選曲したそういうのを僕もすごい聞きたいです。これまた宿題増えたやんか。いやいやいや、頑張りましょう。ゆっくりでいいですよそれ。ゆっくりね、はい、作ってくださいって、やっていきましょう、はい、というわけでいいと思いますよ、うん、活動として。じゃあ来週はあのどうしよう、もう決めとこう、来週はその、はい、ジャンル一つに絞ってなんか話をしようよ、はい、ああだこうだ、それもいいんちゃう。じゃあその富雄さんの一番得意なやついきましょうよ。何ですか？ちょっと出し惜しみっていうかね、出し惜しみしたいですか？ここぞっていう時にやりたいなそれ、はい、あのまずはだから、あ、交渉、ヘビーメタル、ハードロックね、入り口はどこにするか、はい、そういう、全然知らない人が、はい、こうメタルを聞くためにはどういうところから入ったらいいよ、うん、こういう魅力あるよっていう紹介からいきましょう。じゃあすでにすごい有名な曲で、うん、でもこれ実はメタルの要素かなり入ってるんだよとか、うんうんうん、そういう曲を紹介するとかもいいかもしれないですね。そうやね、ここがメタル、この曲好きなやったら、うん、多分あなたメタル好きですみたいなね、うんうん、あ、それいいじゃないですか。ただまあ曲は流せないんでね、僕たちのこの口でこう伝えていくというのはちょっとテクニックいると思うけども、うん、歌う、あ、そうかそうか、まあまあツイッターでその辺をこうちょっとつぶやきながらとかね、うん、ちゃんと YouTube のやつだけ用意しておいてやったらいいんで、うん、そうやね。じゃあ来週は、はい、一般ピープルを、パンピーをメタルにいざなうための10曲みたいな感じでいきましょうか。テンソングスですか？そうそうそう、テンソングス使おう、使おうか、で作っとくわ。作っとくんですか？作っとくわ、作ろうか、作ろう、作りましょうか、作りましょう、うん、アイディアはもう自分の中にもう持ち、はい、なんとなく持っといて、あ、僕じゃ あ横でだから初期しますよ、じゃじゃ、うん、一緒に、ね、そうです、初期ね、はい、それでいきましょう、はい、来週はそのね、パンピーをメタルにいざなうための10曲っていうのを、お届けしたいなと思います。なんか古い、はい、ちょっとパンピーが古い、パンピー古いなんか久しぶりに聞いたような気がする。なんて言う一般の人いやいや
別にメタルが好きじゃない。素人さんっていうのもなんか偉そうな感じメタル素人でじゃないですか。初心者。メタル初心者。はい。オッケー。うん、メタル初心者。あ、そうやな。それでいこうか、はい。メタル初心者を。それいいと思いますよ、そのテーマ。で、いきましょう。来週、なんかちゃんと、はい、初めていいテーマできた。はい、まあ、もちろんこれ、奈良重金属音楽クラブの活動の一環としても使うわけで、はい、Facebook ページにもね、来週のことはね、そうですね、放送も載せようかなと思ってます。はい。はいはい、ということで、もうなんかこの Dears Rock って、結局奈良重金属音楽クラブになってきたな。いいじゃないですか。いいんかな。いいよね。それは、はい、それで。ということでまだね、はい、来週もねこれだけたくさんの方見てもらってますけど今、はい来週はねもっとしっかりしてると思う、はい、コンセプトがちゃんとまとまってると思います、はい、今日なんかもう前半はもう誰かの写真の展覧会みたいになってたし、はい、なんかダメ出しされてますよ今ね、なんか切れなあかんここ途中からなんか切れなあかんそうということで、ね、出てもらったのになんか、うん、えだって出てもらってとか呼んでないのに勝手に行ってはってそうそう来たら、ね、来たらいててんねんそうそうそうということでまた来週お届けします、はい、それでは、はい、さよならさよなら